レプリカども、命をもって償うがいい。燃えろ燃えろ。余裕、遅すぎ。時を共に過ごそうではないか。お前も指導も憎いわけではない。ただ美の無理解が哀れでな。そのつまらぬ日々も今日で終わりだ。レプリカではな。人の姿にとどまってなどおれん。アルザラム、美とはすなわち逸脱なのだ。レガシーに勝てると思ったか。遅すぎ。変わるぞ。ここだ。サングイズメナスポテンティアティ。ふけ、盲人の穴。この壮麗なる美の伝道が我らの棺となる。
遅すぎ。立ち会えることに感謝するがいい。遅すぎ。サンゲスメナスポテンティアだ。フーケ、ここじゃ終われない。ヤバいの。遅すぎ。サンゲスメナスポテンティアティ。フケ、後陣の嵐。これぞ予定調和からの逸脱。知ってた。さらばだ。待て。ルブルムの工場へ行く呪文は町にあるフォグの呪文だ。醜い欲望の種、ルブルム。死にゆく私にそれを問うとは。ドラド、ネビュラ、オドレイユ、ギルドが管理するフォグなら全てこの呪文で輝くだろう。ドラド、ネビュラ、オドレイユ。国父さん、レナティスって何？レナティスは魔力の源泉である暗き海、マレデウスとの接続が断たれる日、聖杯を持たぬ者はその日を境に魔力を失うだろう。魔法使いの精神はあの海と密につながる。そして魔力を得ているのだ。約100年前、コンスルとの戦い、いわゆる渋谷魔法闘争の後、コンスルは100年の不可侵を約束して日本から手を引いた。あの戦いはギルドが勝った。勝ってコンスルを日本から追い払った。そう習ったけど違うの？それは真壁僧帽が伝えた絵空ごと。ギルドの敗北を歴史に残すわけにはいかない。
当時のレガシー、我々の先祖はそう判断した。歴史を語ることができるのは勝者だけだが、ギルドにその資格があったのだろうか。メナスポテンティアと風景、後陣の嵐。